トゥール・ポワティエ間の戦いは、732年に、フランス西部のトゥールとポワティエの間で、フランク王国とウマイヤ朝の間で起こった戦い。トゥール・ポワティエの戦いと呼称することがある。英語では、バトル・オブ・ツアーズの戦い、アラビア語では、の戦いと呼ばれる。イスラム側の呼称の由来は14世紀モロッコの、マラケシュの歴史学者、イブン・アダリアル・マラッキの歴史書イエヌに由来する。 同書のアンダルシアの歴史の中で、イブンハイアン・アルクル・トゥビーの資料から、アンダルシアの支配者である、アブド・アル・ラフマン・イブン・アブド・アラーフ・アル・ガフ・ヒキーは、ローマ人の土地に侵入し、ヒジュラ歴115年に、殉教者の道として知られる場所で、彼の軍隊と殉教した。という記述があることによる。イブン・ハイアンは、戦いの地で、アザーンが長い間聞かれるようになったと語っている。 その後も735から739年にかけて、ウマイヤ軍は侵攻したが、カール・マルテル率いるフランク王国連合軍により撃退された。イスラム世界初の帝国であるウマイヤ朝は、第10代カリフ・ヒシャー・ムイブン・アブドゥル・マーリクの時代で、比較的安定していた。第6代カリフ・ワリード一世の時代に侵攻した、イスラム軍は、当時のスペインを支配下に置いた。 この制服に対し、現地のキリスト教領主たちは対抗し小競り合いが絶えなかった。イスラム法のジズヤを奉納することで、信仰の自由は認められていたものの、アラブ人とそれに追従したベルベル人、そして現地のキリスト教徒たちは相入れない生活を送っていた。また、アラブ人が直轄する街では、イスラム色が濃く、問題も発生していた。アルアンダールスの総督であった。 アルサムイブンマリク・アルカウラニがトゥールーズの戦いでヨーロッパへの領土拡張を行っている。トゥールーズの戦いではアキテーヌのウード大公の活躍により勝利した。この戦いでアルサムイブンマリク・アルカウラニは重傷を負い間もなく亡くなった。しかしイスラム勢力の脅威が消えたわけではなく干渉地帯に位置するアキテーヌには常に不安があった。 この後、アキテーヌのウード大公が自分の娘をアルアンダルスの副知事であるウスマンイーブン・ライッサに嫁として送った。アキテーヌ公とは僕することでアキテーヌを干渉地帯とする目的があったと思われる。しかし、新しくアルアンダルス総督に任命されたアブドアル・ラフマンイーブン・アブドア・ラーフ・アル・ガフィキーから反乱を企てているとウスマンイーブン・ライッサは疑われることになる。 対するメロビング長、フランク王国の救済カールも、イスラム国家と通じることを良しとせず、アキテーヌへと侵攻した。730年に総督に任命されたアルガフィキーは、サルディーニャで独立政権を打ち立てようとした、ウスマンイブンナイスサを攻撃した。彼は殺され、妻は、ヒシャームイブンアブデルマーリクのハレムへと送られた。アキテーヌのウード大公は援軍を送りたかったが、 不信を買った救済カールと交戦中でできなかった。ウードも救済カールに敗れ、アキテーヌは没収された。その後ビレネイ産薬を超えて、ウードの領地であるアキテーヌへと侵攻する、アルガフィキー率いるイスラム勢力を、領土を失ったウードとカシンたちは、ガロンル川の戦いで対決する。アキテーヌのウード対抗の軍を破って、アキテーヌ北部まで侵攻し、略奪を行った。 だが、ウードは逃げ延び体制を立て直すため、救済カールへと救援要請を行った。イスラム勢力の侵攻を知った救済カールは、ウード公を自軍の右翼に組み込み、他の領主たちを集めて、フランク連合軍を組織。トゥールとポワティエ間にあるヒラノで、アルアンダルス総督であるアルガフィキー軍と衝突することになった。救済カール率いるフランク王国連合軍は、 騎兵の多いアルガフィキーの軍隊に対し場所を選んだ。イスラム側の多くは騎兵であり、機動力を発揮できないよう、丘や樹木などの地形とファランクスをうまく活用し、防衛体制と整えた。不評と騎兵の戦闘ながら、決着はつかず、7日の間小競り合いが続いた。イスラム側は、フランク王国連合軍の主体が不評であることから、戦闘を楽観視していた。 トゥールとポワィエの間のクライン川とウィーン川の合流点で2つの軍が合流したと想定しており、両軍の兵士の数は不明。ラテン語資料である754年のモサラベ年代記においては、詳細な人数においては言及されていない。両自名の動員数は当時の兵隊を鑑みずに、フランク王国連合軍が1万5千から2万人。 アルガフィキー率いるアルアンダルス遠征軍が2万から2万5千人とされている。歴史家のポール・デイビスは1999年にイスラム教徒の軍隊を約8万人、フランク王国連合軍を約3万人と推定した。歴史家のエドワード・シェインフェルトは、ウマイヤ朝の数が6万から40万とフランク王国連合軍が7万5千の範囲であったという古い見積もりを拒否した。 戦地の広さと当時の補給事情を鑑みるに5万人を超える、兵数は運用できないと指摘した。ゴールは、フランク王国連合軍1万5000から2万人、イスラム教徒の軍隊を2万から2万5000人と見積もった。最終日において、フランク軍がイスラム軍の略奪品の荷車などを襲撃した。人種、民族、宗教を入り乱れるアルガフィキーの軍では、 戦利品の防衛と攻撃とで指揮系統が乱れた当時の略奪品はそのまま兵士たちの給料でもあった。また、イスラム側は家族を同伴していたことも理由である。アルガフィキーは混乱した自軍をまとめようとして前に出たところを親でいられ死亡した。アルガフィキーの死亡は754年のモサラベ年代期でも言及されている。イスラム側の記録によると、 アルガフィキーの死後に有力者たちで会議を行ったが、意見がまとまることはなく夜のうちに撤退したという。アルガフィキーはイスラム側では民族や文化の垣根を越えた優秀な指導者であったと評価されている。フランク王国連合軍は後日の攻撃に備えてすぐには武装解除しなかった。このフランク人の勝利はムハンマドの死から100年後にあたり、しばらくの間、 スペインを経由でヨーロッパにアラブ人が侵入するという深刻な脅威を終わらせた。この勝利により救済カールはマルテルの称号を得てカール・マルテルと呼ばれるようになる。この戦いによりフランク王国内における地位を確固たるものとした。アウストラシアの救済出身であったカール・マルテルの息子ピピン3世は教皇を味方につけ、メロビング長を排して自ら王位につき、 カロリング長を開いた。ピッピン三世は息子に王位の世襲を行わせたため、ピッピン三世の息子であるカールが王位についた。これが有名なシャルル・マーニュことカール大帝、774年にランゴバルト王、800年に皇帝である。ヨーロッパにおいては、キリスト教圏の防衛と中世の始まりから評価が高い戦いだが、 イスラム側ではそこまで大きい評価はされていない。キリスト教圏の防衛という一時とカール・マルテルがフランク王国内で絶対的な地位を確立し、それが後のシャルル・マーニュにつながってヨーロッパの石になったことによる評価が大きい。エドワード・ギボンは実所であるローマ帝国水防止の中で高く評価している。一方でイスラム圏からすれば小さい小ゼリアという印象の 強化である。事実上、アルアンダルスとアキテーヌ公の問題に、カール・マルテルが介入したことから、両種の小競り合いあるいは、略奪による富が目的だったなどヨーロッパとは、違い著しく異なる。SF サッカーアーサー・シー・クラークは、楽園の泉の作中にて、もしこの戦いでイスラム側が勝利して、ヨーロッパを征服していれば、キリスト教支配による中世の暗黒時代は回避され、 産業革命は千年早まって人類はすでに他の、構成にまで到達していたかもしれないとして、人類史最大の悲劇の一つと評している。水上、りょザグループイャーザーラフォードツーバイブがある。フォアティンザレートサーティーンスセンチュリー、ブレティンオブザソサイティ法にアイスタンスタディーズイン、ジャパン57、6272、ドイ、10.5356、ジョーンと、 57.162、一瞬0030から5219、http コロンスラッシュスラッシュデラックス .doi.org スラッシュ10.5356スラッシュ j o r i n t、10. 5 7 1 6 2リーガルヒストリーレビュー、436439、九ドイ10.5955 ジャルホ、1984.436、イシュン1883から5562、http コロンスラッシュスラッシュデラックス .doi.org スラッシュ10.5955スラッシュ jalh.1984.436、バトルオブポアティエ732バトルオブムスソイズ、バトルオブツアーズ、チャールズマーテルとオブアキテイン、アブット、ER、ラフマーン、 メディバルウォーフェア。在ク X はウィズプスブプ b 3 h h 5 3 6 g a c 4 c 6面 2g7XR2A ホームエッカードエドゥトランスレイトグッゲ2021年4月24日閲覧。バトルオブポアティエ732バトルオブムスソイズバトルオブツアーズチャールズマーテルトオブアキテインアブット ER ラフマーンメディバルウォーフェア ザイシ在クスはウィズプスブプ b 3 h h 5 3 6 g a c 4 c 6面 2g7XR2A ホームエッカードエドゥトランスレイトグックエ2021年4月24日閲覧バトルオブパーティエ732バトルオブムスソイズバトルオブツアーズチャールズマーテルトオブアキテインアブット ER ラフマーンメディバルウォーフェア ザイシエクスは w i ズプ s u b u p 3 h h 5 3 6 g a c 4 c 6グラム7 x r 2 a ホームエッカードエドゥトランスレイトグッケ2021年4月24日閲覧バトルオブポアティエ732バトルオブムスソイズバトルオブツアーズチャールズマーテルトオブアキテインアブット ER ラフマーンメディバルウォーフェア 在クスはウィズプスブプさん、h h 5 3 6 g a c 4 c 6面 2g7XR2A ホームエッカードエドゥトランスレイトグッゲ2021年4月24日閲覧ありがとうございます